動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人にとってあなた様は今本命なのかというテーマで、お相手の方から見てですね、あなた様が本命なのかどうかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から ABC とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのブロッサムっていうカードで、花開くというカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、ジョイ&スタビリティというカードで、楽しさと安定というねカードになります。こちらが B になります。最後 C のカードです。 C はこちらのですね、オープンアップというカードで、開くというカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただきますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのブロッサムというカード、もしくはですね A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人にとってあなた様は本命なのかというテーマで、お相手の方から見てあなた様が本命なのかどうかを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様が今どんな流れを迎えているのかっていうことと、お相手の方から見てですね、あなた様は本命なのかどうか、そしてまああなた様以外にですね、何か本命であったり気になる人が今いらっしゃるのかっていうのを見ていき、今後お相手の方にとっての本命であり続ける、もしくはね本命になるためにはどうしたらいいのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにですが、お相手の方とあなた様が今迎えていらっしゃる流れ、お相手の方から見てあなた様は本命なのかどうか、そして、お相手の方他にですね何か本命であったり気になる人はいらっしゃるのかっていうのも見ていきます。
はい、ではですね、見ていくんですが、上のカードからですけれども、こちらがお相手の方とあなた様が今迎えていらっしゃる流れを表すカード、こちらがですね、お相手の方ですねにとってあなた様は本命なのかどうかを表すカードで、お相手の方は今ね、あなた様以外で何か本命であったり気になる人がいらっしゃるのかっていうのを見ていきます。ではですね、カードをオープンしていくと、なるほど。そうですね、ちょっとね、出たカードを見させていただくと、停滞を表すカードが出てはいるんですね。ですから、まあちょっと2人の関係は今停滞気味なのかなと思うんですが、そうですね、なんかね、お相手の方の中でも、あなた様が本命なのかどうかっていうことに関して、出た結果をね、ちょっとそのままお伝えしていくと、ちょっと疑問に思っていらっしゃるところがあるようでして、なんかね、関係を修復するみたいなカードが出ているので、なんて言うんでしょうかね。かつてもう離れた、あるいは別れた、元恋人みたいな方との関係をなんか今充実させようとしていらっしゃるっていうのが出ているので、もしかしたら今そっちの方を本命と見ていらっしゃるのかもしれません。かつてはそれを見ていなかった、その方をね、本命として、もう見なくなっていた時期があったんだけれども、なんか修復しらしているっていうところがあるので、ちょっとね、このあたり見ていくんですが、まず上のカードでお二人が今どんな流れを迎えているのかっていうと、ここだと思うんですが、まずね、それまでの間は、このカードから見ていくんですが、テンダーエンブレイスっていうカードで、優しく受け入れるっていうカードで、お互いをこう、優しく受け入れ合っていたり、どこかこうね、触れ合っている様子から、ですね、すごく触れ合いとかもあったんじゃないかなと思います。例えば二人でね、いるときには、なんでしょうかね、ハグであったり、手をつないだりとかね、そういったこう、ボディータッチというかね、スキンシップみたいなところもこうあるぐらい、結構こう、親密な、関係であったりだとかね、お互いをこう受け入れ合っていた。からこそ、ですね、なんかこう、二人のね、こう、心の距離っていうのもそうだけれども、なんかこう、物理的な距離っていうのもこう、近づいてい、っていたんじゃないかな、ということで、すごくこう、仲がね、こう、急速に深まっていた時っていうのもあったんだと思うんですね。で、おそらく、そういった時、なんでしょうかね、そういったこう、触れ合いというか、こう、親密に慣れていた時っていうのは、間違いなくあなた様のことをね、本命だと思ってはいらっしゃったと思うんですね。そこからですね、このカードも出ていて、本命だからこそだと思うんですが、ワンドの2っていうカードがこれ正位置で、このカードっていうのが正位置になりますと、目標を設定するっていうことであったり、壮大な計画っていうことを表すカードで、あなた様とね、心の距離もそうだけれども、物理的な距離もこう近づいていく中で、お互いがね、こうなんでしょうかね、二人のこの将来を見据えるようになっていった。将来的には、例えばこういう風になっていたいなとかね、こんな家庭を築いていたいなとか、こんな暮らしをしていたいなとか、こんな関係で居続けたいなとかね、なんとなくこう、お互い口に出していらっしゃった場合もあれば、出していない場合もあると思うんですが、なんかこう目標をこう設定していたり、今後のね、なんかこう壮大な計画っていうのは将来のこの計画みたいなところですね。将来の話とか、なんかそういったことをこう、思い描くようになっていったりだとかですね。なんかそういう時期があったと思うんですが、その時はね、もう本当にこう本命だと思ってるからこそ、先々のこともなんか目標を立てたりだとか、なんか計画を立てたりだとか、そういったことをしていらっしゃったんだと思うんですが、そこからですね、
このカードが出ていて、ハングルマンっていうカード、吊るされた男っていうカードですね。まあおそらくそれはちょっと見ていくんですけども、まあこのね、吊るされた男、まあここにこう吊るされていて、こう身動きが取れないような状況をね、表すカードが描かれているわけですけれども、この身動きが取れない状況がゆえにですね、これは停滞とかをですね、表すカードになります。停滞とか、そうですね、まあ身動きが取れないとか、自由がないとかね、あれだけ、ですね、この親しくね、こう接していたお二人だったんだけれども、なんかそこから急にねブレーキがかかったように、まあ停滞し始めた、っていうところが今迎えていらっしゃる流れなのかなと。なんか本当にこう流れがピタッと止まっているような、なんかそういう状況があって、全くその何て言うんでしょうかね、まあかつてはね、あなた様のところにこうね、お相手の方がこう来てくれていたっていうのがあったのかもしれないんだけれども、なんか全く来なくなったというか、全くこう動かなくなったというかね、もうなんかピタリとこう動きを止め始めたみたいな、それでなんかこう流れが今止まっている、停滞しているようなね状況なんじゃないかなと。あなた様としてはまだね、こうウェルカムというかね、来てくれることに関しては大歓迎なのに、なんかこう来てくれなくなったというかね、なんかそういう今現状を迎えていらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。でその中でですね、まあお相手の方の動きが止まった原因とも言えるようなカードが出ていて、そこを踏まえると今はあなた様が本命ではなく、なんかこう元のね恋人の方の方になんかちょっとこう気持ちが移っているんじゃないかというところが出ておりまして、ちょっと見ていくんですが、あなた様のことを本命として見ているかっていうと、ちょっとそれが言いづらい結果なんですね。でムーンっていうカード、これ月っていうカードは逆位置でして、このカード、まあ月というのはですね、まあ悩みとか不安とか心配とか恐れっていうのを表すカードになります。その中でですね、まあこれが正位置の時には、まあそういったこう不安に思っていることとか、悩んでいることとか、心配にね、感じていることが、まあ起こりそうだなって、なんかこう予感をね、表すカードなのに対し、これ逆位置になると、実際それが起こるということで、これ不安の現実化っていうカードになるんですね。ですから、不安に思っていたことが、なんかこう現実化してしまったと。いうことが、もしかしたらちょっとこう気持ちがね、その元の恋人の方に移ってしまった、原因とも言えるのかもしれません。何かもう、もともとね、まあ、あなた様との関係に対して抱いていらっしゃったこう、不安みたいなところですかね。それがまあ実際に起こってしまったっていうことが、ちょっとお相手の方の心を揺らがせる、ことにつながって、ですね、まあちょっとこの愛する気持ちがね、ちょっとこう変動してしまったっていうのが出ていて、エンプレスっていうカードなんですが、これ女帝っていうカードなんですけれども、このカードがもともと正位置の時には愛に溢れるっていうことを表すカードであって、愛に豊かだっていうことを表すカードで、まあなんて言うんでしょうかね、こうまるで油田のようにね、油田のようにこう愛がね、こう湧き起こっている状態がこれ正位置なんですね。もう本当に止めどなく愛がこう溢れてきているみたいな。なのに対して、これ逆位置になると愛の枯渇状態っていうことを表すカードで、その溢れ出ていたものが、なんかもうこう乾いてしまったみたいなね。その原因が、なんかこう、不安に思っていたことが現実化してしまったからだっていうことで、何でしょうかね。まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、まあ、もともとなんかこう、お相手の方が指摘していらっしゃったことがあって、まあ、最初はこう、ね、軽く注意のところから、次厳重注意で、もうこれはもう、次はもうダメだよっていうことで、もうなんかこう、スリーアウト、チェンジみたいなね、こともあれば、なんかこう、一発でね、なんかこう、お相手の方の、何でしょうかね、なんかプライドを傷つけるようなこととか、なんかこれだけはやめてほしいなっていうことをこう、まあ、やってしまったとか、まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、なんかね、そういったこう不安に思っていたことが現実化してしまったことで、スピリットガイドっていうのが出ていて、魂の導きっていうカードで、
なんか不安なことが起こってきた時に、まあお相手の方が自分のね、そのまあ魂、まあ言えば心ですね。心を向ける先をこう考え直したわけなんですね。本当にあなた様に対してね、本命と思い、心を向け続けていくのでいいのかどうかっていうのをこう考えた時に、この不安なことが起こってしまったから、やっぱりちょっとね、違う方向の方がいいんじゃないかということで、お相手の方が向けたのが、全く新しい恋ではなく、かつてに経験していた恋に向けるっていうことを、なんかこう考えられたようなんですね。だから新しい恋に行こうっていうことにはならなかったんだと思います。もう新しい恋っていうのはもうあなた様で、もう最後にね、しようと思っていたんだと思います。その、まあ、ここでね、見ていきますけども、その元の恋人の方から、ね、こう、例えば離れるときに、もう次の恋でね、次の恋愛でも自分はもう人生最後にしようと、いうふうに思っていた中で、あなた様と出会えて、あ、ようやく最後にしようと思ってたときに、いい人と巡り会えたなって思っていたんだけれども、なんか不安に思っていたことが現実化してしまったことで、やっぱり違ったのかなとかね。で、そこで全く新しい恋っていうのはもう最後だって決めてたから、まあ、いわば過去の恋にちょっとこうね、戻るっていうことをちょっとこう、決意というか、今はちょっとこう気持ちが向いているのかなっていうふうに思うんですが、というのは他にね、本命がいるのかっていうことに関して、ここのカードからね、お伝えしていくんですが、このカード、クロッシングブリッジズっていうカードで、これは橋を渡るっていうカードなんですね。まあ、まさに橋を渡っている人がいますけれども、このカードの意味というのが、It's time for healing, connecting, mending, and releasing ということで、癒し、まあ、コネクティングがつながるということですね。で、メンディングというのは改めるっていうカードになります。で、リリースっていうのは何か余計なものを手放すっていうことで、余計なものを手放して何かこうね、失われていたことや、傷ついていたことや、なんか損なわれていたものをこう、ヒーリング、回復させるとかね、またこう、つながるっていうことであって、メンディングっていうのをこう、改めるっていうことですね。ですから、もうね、自分はもうこう橋をね、渡ってもこっちには戻らないと思っていたところに、まだちょっとこう戻っていっていると。いうことから、新しいね、全くお相手の方にとって新しい方ではなく、かつて、まあこう、まあ関係があった、まあそれこそ元恋人の方とかね、元、なんだろうかな、結婚相手の方とかですね。なんかちょっとこう、元さやっていうかね、元さやっていうか、まあその元々の関係があった人ですかね、のところにちょっとこう、戻ろうとしていらっしゃると。で、ここなんですけれども、カップのキングっていうカードが出ていて、このカードっていうのがですね、これ豊かさとかですね、潤いのある環境っていうことで、今ですね、だからその、まあ、元関係があった方との関係を、なんか豊かにしようとしている。なんか潤いのあるものにもう一回ね、こう、ヒーリング、回復しようとしているというところがあるので、今ちょっと気持ちとしてはそっちにね、向いていらっしゃるっていうところがあるわけですね。ただ、まあ、これはちょっと、ね、この不安なことが起こったから、ちょっと一時的なものなんじゃないかっていうところも表すカードが一応出ていて、このカード、スター、星っていうカードが正位置、逆位置です。で、このカードが、これ正位置だったらば、理想、星というのがですね、理想とか希望っていうことを表す象徴になっていまして、これがですね、正位置だったらば、そのね、こう一番星というかね、この輝く星を手にしようということで、理想を手にしようということで、まあ、いわばもう本気でね、こう、まあ、決意とか、覚悟とかですね、なんかそういった、まあ、進路とかをこう固めているっていうカードになるんですが、逆位置になると、まあ、本気でその理想をね、追い求めているというよりかは、これ逆位置になりますと、誘惑っていうことであったりだとか、まあちょっとこう非現実的な、まあ、夢っていうことであったりいいですね。まあそういったカードになっているので、だからまあ、本気でね、もう何でしょうかね、元恋人の方との関係をもう一回ねやり直すんだっていうよりかは、一時的な誘惑にちょっとこう流されて、まあちょっとそっちに流れているんじゃないかということですね。まああなた様との関係の方で不安に思っていたことがね、現実に起こってしまったから、なんかちょっとこうね、
まあ例えば何でしょうかね、そこでのちょっとこうイライラであったり怒りであったりね、なんかこうモヤモヤしたものをなんかちょっとこう解消するために、全く新しいという人というよりかはもうね、ある程度こう馴染みのあるところに行った方が楽だからっていうことで、ちょっと今楽なところにね、ちょっとこう流れているみたいな、なんかそういうこう、まあ誘惑に流されている的なところを表すカードが出ていますから、まあがっつり本気っていうわけではなさそうですけれども、もしかしたらこの不安に思っていることによっては、これが改善っていうのをしていかないと、もう本当に、まあここに本気になられる可能性もあるのかなと思うので、今ちょっとそういう状況なんじゃないかなと思いますが、まあ、ここを踏まえてですね、お相手の方のその本命に、ね、なるためにはっていうのを次に見ていきたいと思います。はい、では見ていきましょう。お相手の方の本命になるにはっていうカードです。なるほど、そうですね、まず本命になれる可能性があるのかどうかっていうことに関しては、まあこれは全然あるのかなと思います。なのでちょっとお伝えしていくと、まあ、本命になるためにはっていうことの一つの要素として、まあ、ここですね、ハッピーソーツっていうのが出ています。まあ、幸せな思いということで、まあ、幸せを、まあ、思い浮かべられるかどうかっていうところでもあるんですけれども、まあ、今、まあ、どうしても状況的にであったりだとかね、まあ、あとは、まあ、お相手の方との関係を続けていた中でのその不安とかね、あの焦りとかなんか心配とかもあってですね、まあいつしかこう一緒にいる時に幸せな未来を考えるというよりかは、なんかこう不安な未来とかね、ちょっとネガティブ寄りの妄想とか想像をね、してしまって、それによってこう例えば発言とか行動とか表情とか態度とかも自然とね、あなた様が意識していないところで無意識にちょっとこうネガティブなものがポロッとこう出てしまっていたのかもしれないけれども、今一度ですね、まあ、お相手の方とのね、お相手の方にとっての本命になるためには、幸せな未来をこう想像できるようになるかどうかっていうことですね。そこが非常に重要で、まあ、お相手の方もやっぱりこうネガティブなものをね、こう、まあ、想像したり、まあ、発言とか言動をね、する人と一緒にいてもなかなか、居心地の良さっていうのをこう感じられないところもありますから、まあ、できるだけね、まずは自分の中でも、まあ、幸せな未来を想像できるようにしていったり、まあ、そのためにはやっぱポジティブにね、物事を考えていくっていうことが必要で、お相手の方はね、きっとね、そのポジティブだった時のあなた様がすごく本命だったり好きだったんだと思います。だからその時の姿に戻るだけが、戻るだけが全てではないかもしれないけれども、でも戻ることがでも大事前提にはなると思うんですね。かつてはちゃんと本命になれていたんだから。だからその本命として見てくれていたあなた様の姿に戻るために、こう幸せな思いですね、幸せな未来をこう想像できる、まあポジティブな自分、ポジティブだった時の自分ですね、そこを思い浮かべて、その時と今の自分で何が変わってしまったか、もちろん状況は変わってはいると思うんだけれども、自分の行動であったり発言であったり接し方であったり何が変わってしまったのかっていうのをね、なんかちょっとこう見比べてみて、もともとこう本命だった、まあポジティブだった時の自分にまた寄せていけばいいだけですね。それがまず一つなのと、あとはここですね、エンジェルオブバランスっていうカードも、まあバランスの天使っていうことで、まあこれもバランスを整えるっていうことで、何かこう崩れているものがあるんだと思うんですね。バランスが。で、そのバランスが崩れたことが、もしかしたらね、ポジティブだったあなた様がちょっと違う、まあ例えばネガティブなあなた様にこう、変えてしまったっていうこともあり得ると思いますから、この崩れているバランスをまず整えていきましょうということです。このバランスが崩れた状態で恋を何とかしようとしたとしても、それは逆効果だと思います。まずはあなた様の崩れたバランスっていうのを
整えてから、まあ、恋愛に関するアクションをしていかないことには、その起こす行動が同じだったとしても、いい結果と悪い結果で全然違ってくると思いますから、まずは崩れたバランスを整えていってください。それが体調の場合もあれば、心のバランスっていうのもあるでしょうし、何か他のね、何でしょうかね、こう、崩れているものっていうのがあると思いますから、それをまずは整えていく。ということですね。まあ、そこを整えるだけでも、だいぶあなた様の中で思い浮かぶものが、ネガティブなものからポジティブなものに、こうね、自然と変わっていくこともあるのかなと思うので、まずそこのね、バランスを整えていくってことは非常に、重要だし、まあ、最初にやるべきことでもあるのかなと思います。エンブレイシングっていうカードをですね、これもまあ受け入れるっていうことなんですけれども、ですからまあそういったね、バランスを整えてですね、まあポジティブな未来とかをですね、こう考えられるような状況になれば、先ほどもね、ありましたけれども、これもテンダーエンブレイスっていうことと、これもエンブレイシングっていうことですから、またね、お相手の方が、まああなた様をね、こう受け入れて、で、お互いがこう絡み合っていくようにね、まあここでも触れ合っていましたけれども、まあそういったね、かつての本命だった時のような関係性であったり、雰囲気であったり、触れ合いであったりっていうものが、まずこれ復活していく。もちろんそれは本命として認めもらえることによって、そういったね、こう触れ合いとか関係性がまた復活していくというカードが出ているから、まだまだね、そのもう一度お相手の方にとっての本命になる可能性というのは全然あると思いますから、ここの二つですね、特に重要になってくるかと思いますので、参考にしていただけますと幸いです。はい。最後、選択肢のカードを見ていきましょう。A をお選びいただいた方のカードはこちらです。ブロッサムっていうカードで、花開くっていうカードです。うん。まあ、あなた様にとって今重要なのは、花開くことだということで、まあ、何かを開花させるっていうことですね。うん。まあ、例えば才能とか能力とかですね。まあ、そういった、まあ、実力っていうこともね、そうかもしれませんけれども、まあ、パフォーマンスを発揮するっていうことで、うん。ですから、何でしょうかね。まあ、先ほどもね、出ていましたけど、バランスが崩れていることで、本来持てているね、あなた様の力が今発揮できなくなっているのかなと。うん。だから、今の結果っていうのは、本来のあなた様ではなくなっているから受けている結果なわけで、本来のあなた様に戻ることができれば、ちゃんとね、この努力に見合った結果っていうのは得られるんだと思うんですね。ですから、まずは自分の現状回復っていうことですね。うん、そこを遂げていくことがやっぱり重要なのかなと思いますから、まずは自分のね、力をちゃんと発揮できるようにするためにも、もしかしたら崩れているバランスっていうのがね、力を発揮できなくしている原因でもあるのかなと思いますから、まあ、こういったところでも見ても、まあ、バランスを整えていくっていうことが大事だと思いますので、参考にしていただければなと思います。はい。はい。ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問がですね、自分のことを好きな女性が、いざ離れたら男性は寂しいんでしょうかっていうことをいただきました。ご質問ありがとうございます。まあそうですね。まあこれはまあ自分のことをまあ明らかにまあ好きだと思ってくれている、まあ女性がまあいなくなったらっていうことだと思うんですけれども、まあそうですね。まあ、例えば、お付き合いをしていたりだとか、まあ、結構、こう、親密な関係に慣れていたんだったらば、まあ、そうですね。まあ、お互いになんかこう、好き同士みたいな状態だったらば、これ、まあ、寂しいとは思いますけれども、まあ、一方的な、まあ、片思いとかですね、っていう状態だったらば、ああ、なんかもう、他の人を見つけたんだなっていうことを思って、まあ、そこまで、まあ、めちゃくちゃ寂しいみたいなことには、ならなかったりするのかなと思うので、まあ、お相手の方もなんかこう、好意のようなね、態度とか、なんかそういうものを見せてくれていたんだったらば、まあ、これは寂しいと思うんですけれども、まあ、そうではない、なんかこう、自分の片思い状態になったらば、まあ、あんまりこう、効果的な駆け引きではないのかなとは思うので、まあ、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、A をお選びいただいた方はお疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かですね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね。こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。
はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのジョイ&スタビリティというカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人にとってあなた様は今本命なのかというテーマで、お相手の方から見てですね、あなた様は本命かどうか見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様が今迎えている流れはどういったものなのかということと、お相手の方から見てあなた様は今本命なのかどうか、そして、お相手の方ですね、今あなた様以外に本命の方がいらっしゃるのかどうかっていうのも見ていきます。はい、そしてですね、まあ、今後お相手の方の、まあ、本命になるためにはですね、まあ、あるいは本命であり続けるためにはどうしたらいいのかっていうことですね、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方とあなた様が今迎えている流れということと、お相手の方にとって今あなた様は本命なのかどうか、そして、まあ、他にですね、何か本命の方であったり気になる人が今いらっしゃるのかどうかっていうのも見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきたいと思うんですが、上のカードからですが、こちらがお相手の方ですね、とあなた様が今迎えていらっしゃる流れを表すカード、こちらがお相手の方にとってあなた様は本命なのかどうかを表すカード、こちらがお相手の方に今ね、あなた様以外で本命の方であったり気になる人がいるのかっていうカードです。では見ていきましょう。まず一つ言えるのは、あなた様以外に今ね、まあ本命であったり気になる人がいらっしゃるわけではないんだけれども、でもね、あなた様のこともまだ本命として見れていないっていうのが出ていて、この理由っていうのは、あなた様のことを、まあ、そもそも例えば恋愛対象として見ていないとか、まあ興味がないとかですね、好きじゃないからというわけではなく、今ですね、お相手の方としては、まあ何でしょうかね、もう恋愛自体から今こう、恋愛自体に距離を取っていらっしゃる、なんか引きこもっているっていうカードが出ているんですね。だからそもそも人と接することができるような状況ではないのかなと、そのぐらいのレベルだから、だからあなた様のことはもしかしたらその状態から回復すればね、本命としては見てくれるのかもしれないけれども、なんかそういう状況だから、今まあそもそもまず誰もこう本命というふうな形で深くこうね、人と関われるような状態でもないから、本命自体をこうまだ、なんていうんですかね、こう設定していないというかね、
なんかそういう状態でもあるのかな。ただ、引きこもってるというのは出ていますけれども、別にあなた様のことが嫌いになっているっていうわけではないのかなとも思いますから、うん、まぁ、ちょっとね、このあたり見ていきたいと思います。はい。ではですね、まず上のカードで、まあ、お相手の方とあなた様とのね、関係、まあ、今の流れがどうだったのかっていうことなんですが、まあ、一応ね、だから回復したらね、あなた様のことを本命として見てくれる可能性はあるっていうふうにお伝えしたのは、まずここが出ていて、レッド・イット・ゴーっていうのが出ているんですね。これは手放すっていうカードになります。何かを手放すことによって、ここにハートがね、描かれていますけれども、望みの愛が手に入るっていうカードになります。うん。ですから、お相手の方との愛をこう手にするためには、あなた様もあなた様で何かを手放さなくちゃいけない一方で、まあ、お相手の方も何かを手放さないといけないわけですけれども、まあ、その手放すべきものっていうのは、もしかしたらね、まあ、今ある大切なものを手放して、ようやくこう手に入るっていうことでもあれば、まあ、何か余計なものですね。うん。まあ、持っている必要のないものをこうね、自分から切り離すっていうことで、まあ、手に入るっていう場合もあると思うんですけれども、何かをこう手放された、まあ、手放したり、まあ、ここね、なんかこう、鳥たちが紐をほどいていますけれども、何かこう、まあ、柔らぐというか、緩むことによって、こうね、手に入るということで、まあ、この紐というのが何かを縛り付けているわけですから、例えば制限とか、プレッシャーとか、なんでしょうかね、期待とか、ですかね、まあ、何かこう、緩めるものっていうかね、なんかこう圧力がかかるものが緩まるとかね、そういったことがあることによって、まあ、手に入る愛だっていうことでもありますから、まだここはね、迎えられていないのかもしれないけれども、今後においてね、別にお相手の方との愛がもう二度と手に入らないのかっていうと、そういうわけじゃなくて、手に入れるためにはまず何かを手放していかなくちゃいけないよっていうのが、まあちょっとこうキーワードとして出ているっていうことなんですが、ただ現状としてね、迎えていらっしゃる流れっていうのはまずここなんじゃないかなということで、テンプレイスっていうカードが出ています。節制っていうカードの逆位置です。節制っていうのはもちろん節制するとか節約するっていう意味もあるんですけれども、もともとはですね、これバランスが取れた状態っていうことを表すカードで、まあバランスが取れていることによって、安定するとかですね、調和的で穏やかな状態っていうことも表すカードになります。だからすごくこう安定していてですね、平和な状態を表すカードが正位置の時なんですが、逆位置になるといわばこれ不安定な状態を表すカードになります。ですから、まあ何かが不安定なわけですね。例えば、まあ会えるペースが不安定ね、ポンポンポンって会えたと思ったら結構こう次にね、会う期間がこうガーッと開くとかですね、あるいはお相手の方のメンタルがこう、例えば不安定。ね、いい時もあれ、めっちゃ優しい時もあれば、なんか急にこう冷たくなる時もあって、こう不安定であったり、二人の関係自体が不安定。ね、いい時もあれば悪い時はもうなんかもう別れるみたいなことがあって、でもまたね、こうやり直して、でもまた別れてくっついて離れてくっついて離れてということで、こう持続しないという意味でのこう不安定さがあったりだとか、なんかね、ちょっとこう不安定な、まあ、状態というか不安定な恋を今ちょっとこう経験していらっしゃるっていうのがあると思うんですが、まあそれはね多分お相手の方のコンディションによってあなた様がどちらかというと振り回されているっていうことでの不安定さだとは思います。それが今まさにちょっと発動してしまっているっていうのがあるんですね。これ後ほど見ていきます。だからね、この不安定な時にはあなた様を本命というところから外すんだけれども、また安定したらあなた様を本命として思うと思うから、だからまあ、ここの結果では本命というカードではないんですけども、まあ、あなた様のことは本命だとは思っていらっしゃると思うんですね。で、次ちょっと見ていくんですけれども、ここですね、見ていくと、ペンタクルのエースっていうカード、これが逆位置で、まあこれもですね、まあもともと正位置の時にはですね、まあこのペンタクルっていうのはなんかこうお金のね、ようなマーク、まあコインのようなマークが描かれているってことで、まあ金銭面とかお金に関することをね、まあ表すカードでもあるんですが、その他にこのペンタクルっていうのは成果物ですね、まあ例えば結果とか実績とか、まあ成果とか報酬とかね、そういったことを表すカードで、努力をした分そのね、それに見合った対価をちゃんと得られているっていうことで、これも安定性とかを表すんですが、これも逆位置ですから、まあ安定していないと。ですから、お相手の方の、例えば、まあ、精神的な部分のね、この不安定さっていうのは、経済状況。だから、うまくいっている時は安定するんだけども、それがうまくいかなくなりだすと不安定になる。そこにあなた様が、なんかこう、巻き込まれてるみたいな。
サーフィンだったら楽しいかもしれないけれども、恋愛としてだったらこれ全然ね、しんどいと思うんですね。うん。この波が激しかったらね。サーフィンだったらいいけれども、恋愛ってことになるとちょっとこうね、あなた様がこう振り回されて、今ちょっとね、あなた様もちょっとこう、お相手の方の不安定さがちょっとこう伝染して、ちょっとあなた様もちょっと不安定になりかけているみたいな、なんかそういう状況なんじゃないかなと思うんですが、で、その中でですね、今お相手の方は塞ぎ込んでいるモードですから、今あなた様のことさえも本命として見れないっていうのが出ているんですね。というのは、ここのカードが出ていて、これ陰者っていうカードがこれ逆位置なんですね。陰者っていうのはもともと正位置の時からも、まあこれ一人で、静かなところで一人で考えるっていうカードになるんですが、逆位置になるともっとね、まあ一人というか誰も、こう入ってこれないところにこれ引きこもるっていうカードであったり、あとは頑固さが出てくるっていうね、だから固くなにこうまあ閉じこもってもう出てこないみたいな状態ですね。引きこもるとかですね、まあ、現実逃避っていうことも表しますし、まあその頑固さとかですね、まあちょっとこう気難しい性質っていうことで、なんでしょうかね、こう多分ね、だからうまくいっている時はそんなね、まあ多少の気難しさはあったとしても結構こうね、まだ扱いやすいとは思うんだけれども、なんかこう引きこもり出すと頑固になってすごくね、扱いが難しくなる、方だと思うんですね。で、この引きこもり出すともう本当にね、その誰とものこの関係も遮断するような方だと思うんですね。だから、ご家族の方でさえも連絡が取れなくなるとか、そのレベルだと思います。で、もう自分はもう誰とも繋がらないんだ。自分はもう世界で一人なんだ、みたいな。なんかこう、なんでしょうかね。孤独に浸るというか、もう自分を愛してくれる人なんて誰もいないんだって、なんかこう、すごくこう、悲劇のヒロインとかヒーローになりたがるみたいな、なんかそういう傾向がある方だと思うんですけども、だからそうなると誰も愛せなくなっちゃうんですね。殻に閉じこもっちゃうと。本命の方でさえもね。だから今引きこもりモードだから本当はあなた様のことを本命だと思ってたんだと思うんだけれども、その本命を今解除していらっしゃる。孤独に浸るためにね。実際にこのカードも出ていて、クロージャーっていうのが出ているんですが、これ閉鎖っていうカードになります。すべての扉を閉鎖するわけです。引きこもり出すと。誰とも関わりたくなくなるから。だからすべての扉を閉鎖するから、まあそれこそご家族の方でさえも連絡が取れなくなったり、まあもともと親しかった、まあ例えば親友の方とかでさえも、なんか連絡が取れなくなってしまう。だから本命だったあなた様に対してもこれ扉を閉めて、もう自分は一人だっていうね。まあ今そういうモードになっていると思うんですね。だからまあこれがね、こう殻から出てくればまたね、安定している証拠だと思いますから、安定した時の本命は誰かっていうと、多分まあここが出ていましたから、あなた様だと思うんだけれども、その本命として見ているあなた様さえも引きこもった時にはもうね、あなた様にさえもこれクロージャーしてしまうわけですね。閉鎖してしまうわけです。それぐらいちょっとこう極端な方なのかなということとですね。まあその他で言うと、まあこれですね。カップの8っていうカード、これ逆位置ですね。まあこのカードも逆位置になりますとですね、まあ将来の見通しが立つとかね、幸せな生活とか自由を得るとかですね、人生が開けるっていうカードになっている通り、まあお相手の方はね、まあじゃあ次からね、いつ出てくるのっていう話なんですけれども、それは何かこうお相手の方の今の状況に、例えば見通しですね、将来の見通しが立ったりだとか、何かこう幸運な展開がちょっとこう舞い込んできたりだとか、何かこう苦しい状況から何かこう自由を得るっていうことですね、たりだとか、まあそういったことが起こった時にようやく殻から出てきてくれて、でその時にはまたあなた様を本命としては見てくれるんだと思うんですけれども、まあ今はちょっと殻に閉じこもっているモードだから、一時的にあなた様のことさえも
ね、本命として見ていたあなた様のことさえも本命として今見なくなってしまって、もう完全一人モードに入っちゃうからね。うん、だからそういう状況で今はまだ本命なんじゃ、今っていうか今、まあ、期間限定だと思うんですけども、は本命じゃないんじゃないかっていうふうにお伝えしました。で、じゃあ他の人がいるかっていうと、まあ、全てを遮断しているわけですから、それはもういないと思います。で、安定していた時もおそらくいないと思います。うん、というのがあるので、ちょっとお伝えしていくと、まずここですね、見ていくと、まあ、チャリオット、戦車っていうカードはこれ逆位置です。うん。戦車というのは、まあ、戦う時に乗る乗り物ですから、まあ、勝負を挑むっていうことであったり、まあ、勝負を仕掛けるとかですね、大胆に動く、進むっていうことを表すカードで、まあ、もしね、これが正位置で、出ていたとするならば、ですね、あなた様以外になんかこう勝負を仕掛けている人がいる。だからあなた様以上に思っている人がいて、例えばその人を口説こうとしたり、ね、その人との関係を発展させようとしたり、まあそういったね、まあ勝負をこう仕掛けようとしている人がいるっていうことにはなっていたわけですけれども、うん、まあこれ逆位置ですか、まあ別にそんな勝負をね、まああなた様以外で、仕掛けようと思っている人がいるわけではないということですね。うん、し、まあ、そもそもその戦う気がないっていうカードでもありますから、別にそのあなた様に対してのね、なんかこう、うん、まあ、裏切り行為というか、まあ、あなた様以外でなんかこう気になる人をもう見つけてね、その人となんかこうガンガンねアタックしようみたいなことは全然なかったのかなと思いますし、うん、まあ、テイキングシェルターズっていうシェルターというのが出ていて、まあ、一時避難っていうカードですね。うん、まあ、避難所にね、こう、避難しているということで、まあ、別に、その、なんでしょうかね。まあ、避難所っていうのが今の、まあ、お相手の方にとってのね、まあ、シェルターというか、こうね、誰からもこう、遮断するところにね、今行っているだけで、じゃあそこに誰か他の人がいるかっていうと、そういうわけでもないと思いますから、まあ、避難所にね、一人で今過ごしているっていう状況だと思いますから、うん、まあ、この殻に閉じこもっている間に誰かと一緒にいるっていうわけでもないのかなと思いますし、まあ、そもそも作る気っていうのもね、ないっていうのも出ていますから、まあ、本命とか本命候補とか、なんか気になる人とかね、好きな人とか、うん、なんかそういう人は、別にいないんじゃないかなとは思います。うん。うん。で、そうですね。まあ、お相手の方が、まあ、じゃあ唯一興味あるのが何かっていうと、人じゃないと思うんですね。うん。どういうことかって言いますと、ペンタクルの6っていうカードはこれ正位置でして、なんかこうね、ニョキッと出たこの目にですね、まあ、水とかお金とかをこう注いでいるわけですけれども、何かをこう育もうとしているわけですけれども、まあ、ペンタクルというのは先ほども言いました通り、お金にまつわることとか、キャリアに関することですから、これ、キャリアの向上とかをね、表すカードで、うん、なんかこう手塩にかけてなんかキャリアアップを図ろうと思っていたり、なんか例えば出世とかですね、まあ就職活動とか転職とかですね、まああとはまあご自身でね事業をされているんだったら、まあ経営とかになってくるのかなと思いますし、まあ自分という活動ですね、まあ何でしょうかね、芸能活動とか音楽活動とか、まあ俳優活動とかなんかいろいろあると思うんですけれども、まあ配信活動とかね、最近だったらば、うん。で、なんかこう一生懸命ね、このお金っていうのはまあお金だし、水っていうのはこの情熱ですね。自分の思いみたいなものを注いですね、育てようとしていたんだけれども、まあこれがね、あんまりうまくいかなくなっ、注いでた割にはこれうまくいかなかったから、ちょっとこうね、まあ凹んでしまったり挫折してしまって、殻に閉じこもるっていうことが発生してしまって、今すべての扉を閉ざしているだけだと思いますから、あなた様以外の、例えば好きな人ができて、あなた様を遮断したっていうわけでもないとは思います。はい、ということで、まあ、ここまで見ていきましたが、まあ、本命ではあると思うんですけれども、まあ、今後もね、まあ、あなた様としてはお相手の方のね本命であり続けるためにはどうしていくのが良いのかっていうのを見ていきたいと思います。
い、ではですね、見ていくと、今後もですね、お相手の方の本命であり続けるためにはっていうカードで、そうですね、まあ、なんて言うんでしょうかね、まあ、お相手の方がね、ちょっとこう不安定になりやすい方だからこそ、あなた様はこうできるだけね、こう安定した状態をキープして、なんとかこのお相手の方の不安定さを沈められる存在になっていくのが大事だっていうのが出ているんですね。そのあなた様が安定している姿を見て、お相手の方も、あ、いつまでも不安定になっている場合じゃないっていうことで、こうね、波を穏やかにしていくと。だからその波をこう、なんかこう止められる防波堤っていうわけではないですけど、なんかこう沈められる存在になっていくっていうことをすれば、まあお相手の方ですね、まああなた様から離れていくみたいなね、ことは、ないのかなと思いますし、まああなた様の姿を見てちょっとずつ自分を変えていってね、まあ今はまだこうすごい波が激しいのかもしれないですけども、その波がどんどんこうね、不安定になってもちっちゃくなっていて、で最終的に安定するような人になっていくんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっと見ていくと、まあ、そのためにはっていうことで、まあ、ここですね、フィニッシュはというスターティットっていうのが出ていて、やり始めたことをやり通すっていうことで、まあ、お相手の方はね、なんかこう、不安定になりだすと、まあ、最初に手をつけたりだとか、始めたこともなんか途中でね、こうやめちゃう。まあ、例えば三日坊主であったり、途中でなんかこう手が止まっちゃうっていうね。で、結局その手が止まったまま中途半端な状態になるっていうのが多いのかもしれないけれども、あなた様もそれに影響されて同じになっちゃダメ。あなた様は、その何かやり始めたことはちゃんとやり通す、フィニッシュさせるっていうことですね。そういった、まあ、姿勢をこう見せていくことが大事で、それが、まあ、いわば、こう、安定したあなた様を、こうね、見せ続けることになって、ね、不安定ですぐ辞めちゃうお相手の方を、あなた様を見て、あなた様はちゃんときちっとね、こう自分に与えられたことをやっているんだから、自分もちゃんとやらなきゃっていうことで自分をこう律することになっていくと思うんですね。だからこそそういったところをこう見せていくためにも、あなた様はこの、まあ、例えば任されたこととか、与えられたこととか、自分の意思でこう、例えば始めたこととかはちゃんとこうやり通していくっていう姿勢をこう見せていくっていうのが重要だと思います。まあそれと同じで、まあここも出ていて、コミットメントっていうのも出ているんですが、まあ約束っていうことですね。だから、お相手の方は途中でね、なんかこう、あなた様と約束したことをね、守れなかったり破ったりしてきて、なんでね、破ってくんねんということがあるかもしれないですが、あなた様はその約束したことはやり通していった方がいいと思います。なんで自分だけやり通さなくちゃいけないのっていうことで、不平等さであったり、理不尽さっていうのを感じるかもしれません。ただ、ね、考えてほしいのが、ね、あなた様とお相手の方では、まあその不安定になりやすいというところで、もう対等ではないんですね。あなた様の方がはるかにも精神的に上なわけです。だから、なんて言うんでしょうかね。まあ極端な例で言えば、あなた様の方が大人でお相手の方の方が子供。で、なんでしょうかね。大人対子供っていう状況の中で、ね、子供が例えば約束を破りましたと。じゃあこっちも破りますってなって、なんでしょうかね。ちょっとまあ、大人げないようなね、姿を見せるんじゃなくて、大人は大人でこう、ちゃんと約束を守ることで、この子供を教育していくみたいな。だから今そういうレベル感だと思うんですね。お二人の関係っていうのは。だからこそ、まあお相手の方が仮にね、約束を破ったとしても、あなた様はコミットメントしていく。約束をちゃんと守っていく。っていうことをして、まあ、少しずつお相手の方のその精神的なところですね、ちょっと幼稚なところを、ま、強制していくというか、まあ、教育していくというか、しつけていくというか、なんでそこまでせなあかんねん、いい大人やのにっていうところはあるかもしれないけれども、それをしてあげることがお相手の方のその不安定さであったり、ここですね、欺瞞っていうカードが出ているんですが、このカードっていうのが、ですね、これ、欺くとか、裏切るっていうことで、だから約束を結構破っちゃう方だと思うんですね。時間守らなかったり、ね、何かこう約束していたことをすぐ忘れちゃったりとかね。なんかそういうこう、こまごましたところからあなた様を欺いたり裏切ったりしていると思うんですけども、それを強制していくことが、あなた様はあなた様でちゃんとコミットメントしていくということ。約束を守っていくということ。
ね、なんかそういう教育係みたいになったらなんか鬱陶しがられるんじゃないのって思うかもしれないけれども、そこまでお相手の方に手を尽くしているかくれる方っていうのは多分あなた様以外にいないから、お相手の方もあなた様のところから、ね、閉じはするけれども離れるに離れられないと思うんですね。でそういった意味でもすでにあなた様っていうのはもうね、なくてはならない存在にはなっていると思うから、うん、その存在の中でこのね、閉じるっていうことを少なくさせていくことが重要なわけですね。そうすればあなた様がずっと本命であり続けるわけですから。だからそのためにちょっとこう教育っていうところね、強制っていうところをしていく必要はあるのかなと思いますので、うん、参考にねしていただければなと思いますし、まあ選択肢のカードでもまあそこを伝えてくれていて、ジョイ&スタビリティっていうのは、ジョイっていうのは楽しさ、スタビリティっていうのは安定ということで、やっぱりお相手の方の不安定な波にあなた様は飲み込まれちゃいけないということですね。あなた様はやっぱ安定していくことでお相手の方を安定させていくような人にならなくちゃいけないんだけれども、まあ、それがスタビリティという方で出ているんですが、じゃああなた様が安定し続けていくためには何が必要かというと、ジョイですね。やっぱ楽しい時間を過ごしていくっていうことをしないと、苦しいね、時間ばっかり過ごしていたら、さすがのあなた様さえも不安定になってしまうわけですから、何かちゃんとね、自分をこう楽しませていくっていうことをして、できるだけ自分を安定化させていくっていうことが大事だっていうのが出ていましたので、参考にしていただければなと思います。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問について見ていくんですが、今回いただいたご質問がですね、自分のことを好きな女性が離れていった場合、男性は寂しいんでしょうかというご質問でした。ご質問ありがとうございます。まあそうですね。まあこれは例えば、まあお付き合いをしていたり、まあ相手の方もですね、そのご質問者の方のことを、まあ好きという、なんか素振りであったり、行動であったり、まあ発言とかをしていらっしゃったんだったらば、離れられたらこれ寂しいと思うんだけれども、まあなんでしょうかね、まあ明らかなこの片思いな状態であったり、まあお相手の方は別にそういったこう好きな素振りっていうのを見せていない状態なんだったらば、まあ離れていかれたとしても、あ、他の人を見つけたんだろうなっていうふうに思う、にとどまるのかなと思うので、まあこれはお相手の方がどういう反応を示していたかによってね、うん、あの寂しさっていう度合いが変わってくるとは思うので、うん、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、こちらですね、B をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まああとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのオープンアップっていうカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人にとって、あなた様は今本命なのかというテーマで、お相手の方にとってあなた様は本命かどうかを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様が今迎えている流れっていうところと、お相手の方にとってあなた様は本命なのかどうか、そして、お相手の方にはですね、今あなた様以外で、本命の人がいるのかどうかっていうことと、今後、まあ、お相手の方にとっての本命であり続けたり、まあ、本命になるためにはどうしたらいいのかっていうことですね。こちらを見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお二人が今迎えている流れということと、お相手の方ですね、にとってあなた様は本命なのかどうか、そして他にですね、何か本命の人がいらっしゃるのかどうかっていうのを見ていきたいと思います。
はい、では見ていきます。上のカードですけれども、こちらがお相手の方、あとですね、あなた様が今迎えている流れということを表すカード。お相手の方にとって今あなた様は本命なのかどうか、あなた様以外に本命の方がいらっしゃるのかどうかを表すカードです。では見ていきます。まあホームっていうのが出ていますから、やっぱり戻りたい場所というかね、まあ一緒にこういたい場所っていうのがあなた様だっていうふうに思っていらっしゃるので、本命はあなた様だと思うんですね。で、他の人いるのかっていうことですが、まあここを見るとね、なんか他に興味を示していらっしゃる方っていうのはいないのかなっていうところと、いないんだけれども、その、なんて言うんでしょうかね、本命のあなた様にさえ今、なんでしょうかね、時間を作ることができない状況でもあるっていうことだから、だから本命のあなた様に対してもなんか本命らしい行動ができていないと思うんですね。それが例えば他に本命ができたからっていうわけではなさそうです。まあここいるっていうわけでは、まあいないっていうような結果が出ていますからね。なので、まあ本命はあなた様なんだけども、本命に対する行動もできていないから、あなた様もすごく不安で他に本命ができているのかしらっていうふうに思っているかもしれないけれども、まあ、他にいるわけではなさそうですね。なので、ちょっとね、このあたり見ていくんですが、まず上のカードから見ていきましょう。お二人が今迎えている流れということで、まあ今はここだと思うんですが、まあ後ほどのね、カードを見ていくと、まずちょっとこのカードから見ていくんですが、まあこれはまあ、まあかつてというか以前のことなのかなと思うんですけれども、ソードのナイトっていうカード、これ正位置になります。で、このカードっていうのが、まあ、この右上にね、こう、すごい勢いで進んでいっているっていうことから、これ目標に向けて前進するとか、すごい勢いでね、物事を進めていくとか、まあ、ハイスピードでこう、進んでいるときというのは、ものすごい集中力も発揮しているわけですから、集中力の高まりっていうことを表したり、まあ、あとはですね、まあ、こう、リスクを負ってでもこう、前進するっていうカードでもあって、かつては、その多少のリスクがあったとしても、あなた様を選んだり、あなた様のために何かをしてくれていたっていうのがあったと思うんですね。だからそのリスクを背負ってくれているところに、あなた様も何でしょうかね、こう愛を感じれていただと思うんですね。例えば忙しいのにちょっとでも時間を作ってくれていたとかね、例えばあなた様にプライベートで会うこと自体がお相手の方にとってはね、リスクでもあるのに会ってくれていたとか、まあ何かこうリスクの背負い方はね、状況とかね、人それぞれ違うとは思うんですけれども、かつてはそういったね、リスクを負ってでもあなた様にこう前進してくるようなね。なんかそういう、まあ意気込みというか、気概というか、気合みたいなところをですね、感じれていたとは思うんですけれども、まあそこからね、ちょっとこうお相手の方、まあ今はね、そのあなた様のところに本当はね、駆け込みたいんだけれども、まあそれがいけないっていうような状況でもあるので、まあその、なんでしょうかね、果敢さというか積極性みたいなものがちょっと今変わってきてしまっているのかなということで、ここですね、ワンドのページっていうカードのこれ逆位置です。で、このカードがですね、逆位置になるとこれ優柔不断っていうカードになるんですね。かつてはリスクがあってもね、あなた様にぶつかってきたね、まあこう駆け込んできたわけだけれども、今はちょっとね、こうリスクになんでしょうかね、おじけづいて、なんかこうあなた様に対してこうね、こう動かなくなってしまったり、なんかこう、以前はなんかこうハキハキとね、なんかこう自分の意見とか、なんかこうこれだよとかね、なんかそういうふうにこう気持ちとかもね、はっきりと言っていたのが、なんか最近はまあまごまごするというかですね、なんかこうみたいなね、以前はこうこれからも一緒にいようねみたいなね、聞いてなくてもこう言ってくるみたいな、極端に言うとね、状況だったのが、今はなんかこうあなた様から聞かないと、なんかそれについて話してくれなかったり、話してくれないどころか聞いても、いやちょっとどうしようかなと思っ
ってるんだよねみたいなね、どうしたかつてのその鋭さはどこ行ったみたいなね、なんかそういう状況なんじゃないかなと思うんですね。で、これですね、ランドビットウィンっていうのが出ていて、これ中間地点っていうカードで、今ね、今後においてもですね、お二人の関係を続けていくためには、二人にとっての中間地点を、これね、探していかなくちゃいけないよっていうことになります。だからどっちかに偏って、どっちかがなんか、ちょっとこう我慢しなくちゃいけないとか、苦しまなくちゃいけないんじゃなくて、お互いにとってこの本当に、こう、本当にど真ん中。をなんかこう今探していかないと、二人の関係が続かなくなってしまうということで、かつてとはね、ちょっとこうお相手の方の状況が変わってしまったからこそ、ね、かつてのど真ん中とはまたちょっと違ったど真ん中を探していかなくちゃいけないみたいな、ちょっとニュアンスわかりますかね。以前は、例えば、ね、お相手の方もね、リスクを負ってでもっていうような状況、まだだからリスクがそんな大したことなかったんだと思うんですけれども、今はちょっとこうリスクの方が大きくなってきてしまっているのかもしれないから、その状況の変化を踏まえた上で、かつて設定したこの二人にとっての中間地点じゃなくて、そこをもう一回ね、こう変更していく必要がある。だからかつて定めたこの中間地点、お互いにとっての、例えば、何ですかね、納得するポイントに固執するんじゃなくて、それは以前の状況ではそこがベストだったんだけれども、今の状況を踏まえた上でのこの中間地点っていうのをちゃんとね、これ探していく必要があると。それをしていかないと、二人のこのね、つながりっていうのがなかなか維持できなくなってしまうから、そこを探していかなくちゃいけない。そんな流れを今迎えている中で、お相手の方の状況と、あとはあなた様のことを本命と思っているかっていうことについて見ていくんですが、まず本命として見ていらっしゃると、いうですね、カードからお伝えしていきます。それがこちらになっていて、ホームっていうカードが出ました。家ですね、家。家というのは一番こう落ち着く空間であったりだとか、居心地のいい空間であったり、戻ってきたくなる場所っていうことでもありますから、それをあなた様だと思っている、自分のホームはあなた様だと、いうことですね。仮になんかこう複雑なね関係で、実質的なホームを持っていらっしゃる方だったとしても、本当のホームはあなた様だっていうふうに思っているっていうことですね。全ての方が複雑な関係ではないにしても、やっぱり一番こう自分の拠り所にしたいというかね、大切なその場所っていうのがあなた様だっていうふうに思っていらっしゃるので、これは本命として思っていらっしゃるのかなとは思います。だし、長らくね、今優柔不断っていうのが出ていましたから、本当はこうお家に帰りたい、あなた様というお家に帰りたいのに今帰れていないっていう状況だと思うんですけれども、本当はね、早く帰りたい、あなた様の元にこう帰りたいと、いうふうに思っていらっしゃると思うんですが、なぜ帰れないのか、っていうことに関してなんですが、ここですね、ワンドのキングっていうカードがこれ逆位置で、このカードがもともと正位置の時には理想の実現とか理想の追求ということで、ね、みんなのための、自分だけの理想じゃなくて、誰かとの、理想のためにこれ奮闘するっていうカードになるんですね。その理想を叶えるために奮闘する。これが逆位置になると、今はですね、自分のその立場を維持するのにさえも、今苦労するような状況だから、ね、誰かとの理想を実現するために奮闘するどころか、自分のことで精一杯であったり、自分自身に今やるべきことがたくさんあって、やることに追われているということなんですね。だから目の前になんかこうやらなくちゃいけないことがブワーと今こう降りかかってきていて、それをこう裁くのに精一杯で、あなた様に対することが今できなくなってしまっていて、長らくお家に帰れなくなってしまっているわけですね。今帰ってられないと。帰って本当はゆっくりしたいんだけれども、ゆっくりしている間にその自分の今の立場、責任、地位、一生懸命努力して勝ち取ったポジションとかがこう何でしょうかね、脅かされてしまうっていうような、それぐらいちょっとこう危機的な状況だから、変えることを犠牲にして今目の前のことをこうね、一生懸命対処していると。そうなってしまっているがゆえに、あなた様のことは本命だとは思っているんだけれども、本命相手に対してしてあげたいこと、するべきことっていうのができないでいる。本命らしい行動ができないでいる。っていうことなんですね。
そういった状況を表すカードが実はもう一つ出ていてですね、このカードワンドの10というカード、これが逆位置です。まあ、このカードも先ほどのカードとちょっと似ているところがあるんですけれども、まあ、このカードが逆位置になりますと、問題の長期化。だから、まあ、本来だったらば、もう片付いているはずの問題が、まだ長引いていると、いうことを表したりだとか、まあ、あとはですね、何かこう、油断できない状況。まあ、いわばこう、気を抜けない状況ですね。ちょっとでも気を抜いてしまうと、今の自分のポジションが奪われてしまうとか、脅かされてしまうみたいな。まあ、本当にこう、気を抜けない状況だから帰りたいのに帰れない、わけですね。で、やったり、まあ、あとはですね、まあ、当てが外れるってことで、まあ、お相手の方としては、まあ、今の状況になるっていうのはあんま想定していなかったんだけれども、その想定外のことが今起こってしまっているっていうことですね。あるいはなんかこう責任を押し付けられているっていうカードでもありますから、本当はお相手の方のミスじゃないのに、例えばお相手の方の、まあお相手の方がまあそれなりのね、こうポジションについているからこそ、まあ人のミスをこう、まあなんでしょうかね、こう背負っているというか責任をね、ちょっとこう押し付けられていて、その対象にね、追われていて、あなた様という家に帰れなくなってしまっている。だそういった状況があるがゆえに、かつてはね、リスクっていうのを背負いながらでもあなた様に動けていたのが、さすがにちょっとリスクがね、大きすぎて身動きが取れないぐらいになってしまっているから、本命だとは思っているんだけども、本命のあなた様には動けなくなっているということですね。で、まあ、あなた様以外に本命の方とか気になる人がいるのかっていうと、そうですね。なんか、恋愛を表すようなカードを、が出ているわけではないので、本命はいないと思うんですが、まずここから見ていくと、ペンタクルの4っていうカードですね。これが逆位置になりました。で、このカードがですね、逆位置になった時の意味というのが、まあ、物事の遅延とか停滞っていうことを表したりだとか、ここにもですね、立場を維持するのに苦労するっていうカードが出ているんですね。相当何かこう、今のお相手の方がどういうポジションとか責任とか役職とか役回りとかね、状況なのかわからないですけども、相当ね、なんかそれを脅かされそうな状況になっていて、とても恋愛をしようという気持ちに慣れていないわけですね。本命のあなた様にさえ何もできていないのに、そんな状況の中で他のね、本命を作ろうとしたり、気になる人を見つけたりみたいな、そんなことしてられない状況なわけです。そんな余裕があるんだったらば、本命のあなた様との時間を増やしたいと思うぐらいの状態だと思うから、だから本命の人がね、今の状況では いるとは思えないし、そもそも作る余裕もないだろうし、作る気もないだろうしっていうね、そういう状態だと思いますから、まあ他の人っていうのはね、いらっしゃらないんじゃないかなとは思います。で、ここもそうで、これですね、カップの6っていうカード、これが逆位置で、まあ、このカードがですね、逆位置になると、まあ、悩みや不安を解消するっていうことであったり、まあ、辛い記憶が薄れるっていうことであったり、状況をね、事態を良い状況へと一転させるっていうカードで、今ね、自分が直面している状態、事態っていうのは全然良くないわけですね。まあ、どちらかというと、こう、ピンチであったりだとかね、危機的な状況だと思いますから、その状況を早くね、良い状況へと一転させたい。もうその一心なわけですね。で、それ以外のことを考えられない状態だと思いますから、とてもね、こんな状況の中でね、他の人好きなんてね、ことを起こしている場合でもないでしょうし、なんかそんなことをすることが、まあする気はないと思うんですが、そんなことをすることがよりね、今のこのピンチをよりピンチ、大ピンチにね、してしまうかとも思いますから、だからそういった方っていうのはね、いらっしゃらないと思うんですね。だからあくまでもやっぱり本命というか、まあ本命であり唯一の存在だと思うんですね。お相手の方にとって好きと思えるのがあなた様だと思うので、だからいないと思うんですが、トランスフォーメーションっていうのも出ていますけれども、まあこれ進化、変容っていうカードですけれども、A fresh new way of living emerges っていうことで、まあ新しい生き方が、まあこう出現するということで、早くね、今の状況を脱して、新しい生き方や新しい流れを早く迎えたいということですね。迎えることができれば、ようやくね、こう帰りたかった、
あなた様というねホームにこう帰れるから早くその状況になりたいというふうに思っていらっしゃるので、そうですね、特にそういった方がいるわけではないと思います。ではまあ本命であるということでしたけれども、まあ本命であり続けるためにはですね、どういったことが重要なのかっていうのを次に見ていきます。はい、ではですね、見ていくんですが、お相手の方と、まあお相手の方にとって本命ではあると思うんですけれども、本命であり続けるためにはどうしたらいいのか。まあやっぱりね、暖かく帰れるホームであり続けてあげた方がいいよっていうのは出ているので、まあちょっと見ていくんですけれども、まずここですね、見ていきます。 Worth Waiting For っていうカードが出ておりまして、これ待った甲斐がありましたっていうカードです。まあだからあなた様としてはね、今お相手の方が帰ってこれるような温かいね、こう家を、なんでしょうかね、こう家を用意しておくというか、準備しておくというかね、まあお家の中でお相手の方の帰りをねしっかりと待っていた方が、その待った甲斐があったと思えるような展開になっていくということですね。だから逆に、何でしょうかね、このもう家を用意しないっていうことはないとは思うんですけれども、例えばまあ家を飛び出してね、まあお相手の方のところに行くというよりかは、家の中で待っていてあげた方がいいと。そういったことが出ているんですね。実際にこのカード、Your patience will be rewarded っていうことで、あなた様のその忍耐ですね。patience ってのは忍耐ですから、忍耐はこう報われるよと、いうことで、まあ待っていた方があなた様の思いとか努力とかですね、まあそういったものが報われていくようになるというところがありますから、やっぱりこう、まああなた様はそのホームであり続けた方がいい。まあ家っていうのは自分からね、この家主のところに行かないですよね。だから本当にこの家として、いてあげた方がいいということですね。その方がやっぱり本命であり続けられると思います。で、あとはですね、まあもしね、その何でしょうかね、待っている中で何かお相手の方に働きかけたいとするならば、ディライトっていうのが出ていて、まあこれは喜びっていうカードですね。まあこれはまあ2話のね、この何でしょうかね、こう鳥がこう楽しそうにね、こうまあじゃれ合いながら飛んでいるところがありますけれども、だから。まあ、お相手の方にね、働きかけるとするならば、二人がその喜びを感じていた瞬間の時のことを、例えば話題として取り上げる。例えば、あの時に行ったあの旅行楽しかったよね、とか、あの旅館良かったよね、とか、あの時のライブ楽しかったよね、とかね。なんか二人がこう、喜びをこう、共有できたり感じていた時のことを、まあ話題として今取り上げるか、あるいはお相手の方が喜ぶようなことを今してあげた方がいい。まあ、お相手の方が例えば好きな話題とかね、それが音楽なのか、スポーツなのか、なんかそれ以外のなんかこう趣味があるのかっていうね、ゲームなのかとかね、なんか喜ぶ、ことをちょっとこう働きかけるぐらいに留めた方がいい。必死に今喜ばせようというところまではしなくていいと思います。あくまでもあなた様はホームで待ち構えているっていう方がいいと思いますから、もしね、その待ってるだけでちょっとこう、そわそわしてしまうっていうのがあるんだったらば、お相手の方の喜ぶ話題とか、なんかトピックをちょっとこう、まあ連絡とかで入れてみるぐらいに留めていた方がいいと思います。わざわざ会いに行くっていうところまでは、会いに行って喜ばせようとするとかまではしない方がいいと思います。で、ハッピーファミリーっていうのが出ていますけれども、ですからまあ今まではね、その、なんて言うんでしょうかね、まあ、
空いた時間をねお相手の方と過ごすっていうことがあったと思うんですが、まあちょっと今ねお相手の方を待たなくちゃいけないわけですから、そのお相手の方とね会っていた時間っていうのが今ごっそり空いているわけですよね。じゃあその時間を何に使うかっていうと、ハッピーファミリーっていうのが出ていますから、なんかこう家族との時間に使ってください。ね、親御さんでもいいし、自分のねお子さんとかがいらっしゃるんだったらお子さんでもいいし、兄弟の方とね過ごすでもいいし、まあ親孝行とかでもいいと思うんですけれども、まああるいはそのなんていうんでしょうかね、自分にとってのこのふるさとの母とかね、なんかそういうふるさとの父とか、なんかそういう人でもいいと思いますから、まあそういうねこうファミリーの人とのこう幸せな時間を過ごしながら待っているというね、とにかくやっぱりあなた様ホームであり続けてあげた方が、お相手の方にとって本命であり続けると思いますので、ちょっとそこをね意識して、過ごしていた方がいいのかなと思いますし、まあお相手の方もね今の状況をくぐり抜けることができたら、またね戻っては来て、また本命同士の恋がね、始まっていくのかなとは思いますので、参考にしていただければなと思います。はい、そして、最後こちら見ていきましょう。選択肢のカードです。 C をお選びいただいた方のカードはオープンアップっていうカードで、開くっていうカードになります。今こそですね、何かこう長らく閉ざしていたものを開きましょうっていうカードになります。ですから、まあ何でしょうかね、長らく閉ざしていたものですが、まあ例えば、まあ長らくこうね、ちょっとこう会っていなかった人とかね、ちょっとこう疎遠になっていた人と、まあ久しぶりにこう会ってみるとかもいいと思うし、なんかこう自分の中でね、ずっとこう封印していたものを久しぶりにちょっとこうね、開けて、例えばまあ、始めてみるとかですね。なんかこう閉じていたものを今開いて、それをね、例えばまあ享受したり、始めてみたり、楽しんでみたりとかですね。なんかそういったこう閉じているものを今開いていくっていうことをした方がいいのかなというふうに思いますので、なんかこうあなた様のね、まあ中であったり、その身近なところでずっとなんかこう閉じてね、眠らせていたものを一回こうこじ開けるというちょっとあれですけどもね。開けてですね。なんかそこにこうね、あなた様をもう一度ね、こう幸せな方向に導く鍵があるというところも伝えてくれているカードですので、まあこれもね、ちょっと参考にしていただければなというふうに思います。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問はですね、自分のことを好きな女性がいざ離れたらですね、男性は寂しいんでしょうかっていうご質問でした。ご質問ありがとうございます。はい。まあこれはですね、まあお互い例えば好き同士であったり、お付き合いをしていたりね、まあ相手の方もなんかそのまあご質問者のことをね好きという素振りであったり発言とかがある場合だったらば、まあいざ離れていかれるところは寂しいと思うとは思います。ただまあそうではなく、なんかこう一方的なまあ片思いの状態でまあ離れていったとするならば、まあそれはなんかこう他の人はもう見つけたんだろうなっていうことで、寂しがるっていうところまではもしかしたらないのかなと思うので、これはまあお相手の方のそのスキードですね、がどうだったかっていうことで、まあこう寂しがるかどうかっていうのがこれ変わってくるのかなと思うので、まあ参考にしていただけますと幸いです。はい。はい。ということで、最後 C ですね。お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。